アマちゃんがいないと言ってくれ、超チルなアマちゃん、ボキ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 。お金持ち、太っ腹、ありがとう。ありがとう。アイサム、アイサム見てる？アイサムね、今日カレー食べてるから。ありがとう。なんかママンが作ったカレー食べてたから。ね、あーたん、ありがとう。今日アイサムと電話してたんですよ。あ、コメパン、ありがとう。アイサム、ありがとう、あーたん。そう、小町くんって俺のこと知ってるの？嬉しいね。嬉しい。もう若手の超大手じゃん。嫌いとか言わなさそうだけどね、人のこと。うん、嬉しい、知られてる。性格もわかんない、なんか、うん、あの。よく見たことがないから、こう長い時間ね。俺はもう、でもなんか若い人だなって感じ。小町さんと小前さんが。そう、いつも間違えるの。あの、戦ってる、知ってる？いつも間違えるの、小町と小前。なんか戦ったやつやってたんだよ。小町さんと小前さんが似てるからって言って戦ったんだよ。何が、あ、名前が似てるからって。から、あの、喧嘩みたいなの、なんだっけ、あの。格闘技みたいな。そうそうそう。へぇ、知らん。それで見たってだけで。あ、間違えるの分かる。それ以外何にも知らない。ヒサロ言ってない。うん。黒く見えるんかな。外出てない。そんなブラウス、お母さんが若い時着てて。ああ。これシーンだし。ああ。これシーンだし、唯一これが一番可愛かったっていう。カレー食べて。可愛いじゃん、これ。マタニティで検索してこれ買ったの。カレー食べて、見出るって。うんこ出るって。可愛いって言ってよ、これ。可愛い。エミママ発見してくんない、料理したく、あ、そう、エミママがね、そう、俺それを言いたかったんです。ママさん、それ嬉しい。それ言いたかったです。今切った、これ。ママも喜ぶ。アイロン切った。アイロンずっとついて、危ない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 。使い終わったら切る。癖つける。切ってからまたアイロンする。毛先痛む。うちのお母さん大魔王さんのこと気になる存在だからね。うん、これ絶対ママ喜ぶそれ、うん。金づるとして見てんだろ。付き合えばいいの。はい。ということで、あの遠距離でエミリさんのね、お母さんがね、用意してってくれたんだよ。タイの刺身。あ、最高だったね。ないけどね。もう食べちゃったんだけど。ほとんど食べてない。今2切れしか食べてない。いや、生ものだから食べちゃダメだよ。そうだったわ。俺の10倍ぐらい食ってたけど、バク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 。ダメだよ、生ものは食べちゃう。待って、なんでそんな嘘つく？危ない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 。本当のこと言って。うん、食べてない。2切れぐらい食べたのかもわかんない。ほとんど俺が食った。危ないよ。今日はおとなしく。もうハンバーグとさ、うどんしか食ってなくてさ、もう嬉しい。大好きだよね、子供って。もうファッションショー絶対にしません。なんで？行くって言ったじゃん。行くって言ったじゃん。行くって言ったじゃん。愚痴はやめて。愚痴愚痴言ってないじゃん今。あ、すごい、ハンバーグ食べるの美味しそうって。お前それでうまとか言わせんけん、そんな愚痴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 。買ったもの、これ。あの、これは自分的に可愛いと思ってるんですけど、あの、シーンって外国のだから、L サイズってめっちゃ巨大なの。だから、全部 L サイズで買っちゃって自分デブだと思ってるから。ね、妊婦だし。で、L サイズを買ったんですよ、全部ね。まあ、その結果、これはなんか、まあまあ、うちめっちゃ可愛いと思ってるんですよ、これ。これ、チュニックみたいな。これ横から見てもこう、フリルがこう、わーってなってて、可愛い。あの、赤ちゃん産んでからでも着れるかな、みたいな。可愛いと思ってるんですよ。みんなどうせダサいって言うけど、これはね。でもちょっと似てるんですけど、まあ。なんかヒラヒラ好きだね、みたいな。ヒラヒラ好き。これね。これ。これ、モデルさんが着てたらめっちゃシュッてなって可愛かったんですよ。うん。これ、ちょっとでかすぎるなっていう。で、これ何が可愛いかっていうと、背中がガン開きなんですよ、ここが。で、ここでキュッと締めるタイプの、シーンのマタニティのやつなんですけど。これを締めてもでかいっていう、なんかもう、ガバガバみたいな。
俺エプロンに見えた。ローソン、うるせえ。ローソンって言われてる。行ってみる。これ町のホットステ、いらっしゃいませさっき言ったんだけど、ね、いらっしゃいませ。これとあとこの今下に来てるこのズボンがこんな感じで、これもマタニティのセットアップなんですよ。これテロンテロンのこう何ちゃんとこういうのがついてるやつですね。こういうジンベみたい、こういうこうあの伸びるよってやつがついてるののセットアップで、上がこれタンクトップのポケットのやつ。これかわいい、これかわいかった。来て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 見たい。暑い、扇風機回してほしい。一周させて前で紐縛ったら、ね、まあできるかもしれん。うん、できるかも、あまちゃん。もしかしたら紐長いし、エプロンみたいになるかもしれん。で最後ね、最後はこれ。これもセットアップなんですよ。なんその顔。すいません。一緒になって説明してくれればいいし。一緒になって説明ってなんだよ。お腹すいた。じゃあエミリさんが着ないみたいなんで僕が来ますと。最悪。え、着ないんでしょ。伸びる。伸びないよ、おっぱい。なんでさえでかいのに。もうちょっと上に上げると。あんまり上に上げないでくれ。上に上げるとこれ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ヒッピー？ヒッピーってこと？いらっしゃいませ。ガパオライス800円です。いらっしゃいませ。やだ、どこ見てるのみんな。やだ。似合うって。似合うでしょ、意外と。やだ。可愛くない？これでも可愛いでしょ。でもサイズが大きかったの。オーマフィブレ、オーマフィブレ、オーマフィブレ、プチャヘンザ、デカ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 、オーマフィブレ、オーマフィブレ。
これだからね、俺こうじゃないと思うんで、エミも清水さん体型が一緒とか言ってるよ。エミもエミもここにつけてたんだけど、多分俺こうだと思うんだよね。違う違う違う、胸じゃ逆かな。こうとか前後ろ反対ってこと。これどう。でもちょっとひっくり返して、でも乳首ダメやけんね、YouTube。うん、こういうやつじゃないの。こうなんか落ちそうなんだよね、これチューブ。こういうやつじゃないの。ほら。違う違う。これやん。違う、写真は違うもん。これめっちゃ大きかったんだよ。L 買っちゃって。これで俺結構公園京都つまちやっていい？これで結構公園でなんかナンパされるかやってみていい？女の子たちは笑ってくれる。いけるだろこれ。YouTube がなかなかね効果変え。たくましい背中。すいません、お姉さん。待って、このハットがいる。これ、白い。白いの。いらないよ。いるって。ひどんなさんになりたい。ひどんなさんかぶってるの見たことないから。はいはいはい、なんでこれかぶされてるの。待って、これかわいい。これかぶった瞬間、すごいダサくなるんだけど。タクシータクシータクシー、あんなタクシータクシータクシー、ひどんなさんみたい。レミ妊婦やけん。どう、うん、もういい。ファッションショー、なんか配線つけるとほんと生き生きするね。ずっとカビゴンだったね。なんでこれお前と二人っきりの時に、じゃあ私それやる、それやる、楽しい、セクシーセクシーセクシーってやんなくちゃいけないの。二人っきりの時やらねえだろ。ナンパされそうってやっぱり。一人で行ってくるかな、男に。なんかおごってもらうまで帰れませんみたいな。だからバスケやってんだって。バスケやってんだ。続きまして、エミリーのファッションショシワクチャなのが嫌だよね、このシワクチャ。この服買う趣味がわからないね。もう普通にもうユニクロの T シャツでいいね、こんなの買うなら。なんでこれ買うんだろう。ルッキーになるの。ルッキーって何のキーですか。ウッキーってこと。ウッキーさんの配信全然最近見てない。なんか閲覧中にもそんな出てないから。
滑ってかわいそうになるって、これ本人滑る気ないんですよ。エミリさんはこれを面白いと思って買ってるんじゃないんです、おしゃれだと思って買ってるんです。滑ってるとか滑ってないとかそういう問題じゃないんですもうやだ、うちのセンスが悪くなる。そしてね、ほら俺が買った帽子を先にエミリさん被るっていう、これ見てこれ、俺あんまりねカンゴールハットのカンガルーがなんで可愛いんだろうって俺謎に思ってたの、ね、かわいい、かわいいでしょ、うん、これ見て、ニューエラの新作、ニューエラなの、うん、これニューエラってローマ字で書いてるの、こっち可愛くない、ベージュしかも可愛い、これかぶっちゃった先、可愛くないこれルイージさんでぴったりだねなんで俺の方が太ってるみたいな言い方すんの、今妊婦やけん、うん、だけどなんかぴったりじゃん、肩幅とか、うちガバガバだったんだよ。ルイージ洋服前後ろ、そう後ろね、これ背中ガーン気なんです、それが可愛くて買ったんですよね、夏いいかなみたいな。これはね、かわいいね、これこのセットアップ、シンプルで着ろよ、いや、これが一番お気に入り、これ3日間着る、今日からマジで、うん、ローソンで働かせようかな、研修ってこと、ローソン時給が上がるってこと、それ行こう、かわいい、なんかなんか綺麗だって、ありがとう、ルイク嬉しい、じゃあご飯食べ行こう。でね、前にあげた服一応マタニティだよ、だって、あー分かってます、ね、あの後藤さん、うん、そう、シーン、これシーン、全部シーン、この爪もシーンで買った、シンプル、すぐつけちゃった、イメタル白髪はまだ生えてないと思う、白髪はまだ生えてないと思う、ね、後ろのポケット出てる、うるせえ分かんない、サイズがね、マジでうちだいたい L サイズ、なんか痩せてるときは M 買うんだけど、もう妊婦だし L を買ったらもうバカでかいから、みんな S とか買った方がいいと思いますよ、もうアメリカンサイズだから。めっちゃ可愛い、ありがとう、ゆうちゃん。よかったら、あの、お天気アイテム、無料アイテムよかったらよろしくお願いします。イベントみたいな参加してるんで。孫におねだりされてから私もハマってた。ね、いいですよね、シーンね。なんかいろいろあるじゃない、こう。携帯のアイテムとかも。オンリー？俺のピアスは？そこの黄色の布の上にある。ないんだよ。絶対あるよ、うん、絶対ないから探す、そっち奥の方にあるって、すんごい奥の方にあるね、すんごい奥だね、これもう奥通り越しても恥だね
ありがとう、あーるちゃん、ゆーちゃん、のんちゃん、ひかるちゃん、ありがとうございます。これでやっと見れるようになったシーンはマジでいい。もうちょい助走見たかったな。いやもう十分でしょ。相当笑っちゃった。これワンピースじゃない、チュニックみたいな。こんぐらいの丈か。あれなんか思った以上に、あれ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 あんまにやってない、あれあんまにあ、チャイナなんだ。眉毛描いてないんだよ。眉毛描いてないの。あ、そうなの。眉毛でもアメリカ人がモデルだからアメリカかと思った。赤西仁になっちゃった。え、赤西仁っぽい。眉やっぱね、眉毛ね、描かないと似合わないね。やっと似合ってるよ、可愛いって。ありがとうございます。眉毛描かないとね。で、このシュシュはバリアンでもらったやつ。この水色ので、これはドンキで買ったピアスです。900円のこれ。青だから可愛いかな。薄いの眉毛、青でちゃんと合わせてるんですよ。ダサいなりに頑張ってますよ。これバリアンでもらったシュシュ、可愛くない？水色のチェック。あ、青合わせてるの可愛い。ありがとう。マピオちゃん、ありがとう。で、エミリさん、このメガネすんごい怒るんだよ。ワクワクさんみたいですんごい怒るんだよ。うん、なんか嫌だ。これで病院についていこうとするから、しない方がかっこいいよ。いや、メガネあった方がいいよな、絶対な。メガネダメ？なんかおしゃれしてんならいいよ。眉毛描いておしゃれしとらないけど。いやいやいや、眉毛描いておしゃれしてないからメガネ欲しいんだろ。なんかそれ、その格好でそれはみたいな。病院はって感じ。意味してみていい？メガネあった方がいいよな。自分は似合うっていうのに。だってうちが買ったやつやけん当たり前。いや、エミが買っても俺のが似合う時あるから。ちょっとウケる。でもちょっとジョニー・デップっぽいですよね、このメガネ。ジョニー・デップっぽいんですよ。うちはせんけど。せんだろ？せんのなら俺がかけてもいい。えんちゃう。こんばんは、みみちゃん。そんで、次のね、話し合いが、とりあえずご飯食べ行こう。そう、ご飯食べながらでいいじゃん。そう、違う。エミがさ、のっけ丼とさ、どっちがいいって言って、俺のっけ丼って、青森やん。海鮮のね、ご飯がね、食べたい。ハンバーグね、決まっとったよ。うん、じゃあハンバーグにそこは譲るよね。その次よ、その次。もうだるい、もう長くなる、全てにおいて。わかった。ね、何でも似合うのかなと思って。じゃあハンバーグ屋さんで話す。うん、さ、相談せんでくない？別にリスナーさん。いや、違う、これからね、いっぱいいろんなね、なんか毎週のようにホテル行くんだからね。毎週は行かんだろ。週に1回くらい行ってもいいだろ。どうせやることないんだから、クルムなんて。まあ、一番安い。1日ぐらいやばいの。毎日ダメ、これ本当にもう考えが合わなさすぎて。1日がいいよって言ってくれればいいのに。だって寝てるだけだよ、普段カビゴンみたいに。マジでこっから一滴も動かないから。
でしょ、ラブホに行ってあげるって俺が妥協してるのにね、ラブホさせればいいじゃんって言ってるのに。いやだって楽しいじゃん、ラブホで配信してさ、カラオケもあるラブホ行ったらさ、カラオケもできるんだよ。しないだろ、どうせカラオケしても切らなきゃいけないんだから。いや別に大丈夫、アーカイブ消せば大丈夫、リアルタイムで見てくれる人は楽しんでくれると思うよ。どこ、その別にカラオケ、他のカラオケ行ってもそうじゃん。違うんだよ、あのね、あの俺もね、エミにね、アドバイスだよね、あのこういう面白いなんかレジャーランドあるよって言ってんだけど、妊婦だからどこにも行けないのよ、あの動けるところが。俺だから一人でバスケとか体を動かすのは自分だけでやるのよ。なんかあの久留米でなんかあるでしょ、なんかあのビョン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 したり、なんか弾んで遊ぶ場所みたいなのあるんだよ、レジャース、久留米か福岡か分かんないけど。じゃあ決めて、じゃあみんなどこあるのって感じでね。とりあえずハンバーグ食いに行こうよ。じゃあハンバーグ屋さんで半分食べながら、なごなるってマジで。大して話もできねえくせによ、長い話もできねえくせに、ただ、ね、配信つけたら寝てるか飯食うか飯作るかしかできねえくせに よ、 いいよ。だからみんなと話し合った方が楽しい。昔からそうです、ふわつんだ、うんうん、だからそれはいいんじゃない。俺のスタイルはこうなの、みんなと話を決めて面白いことしたいのよ、うん、だからうまくいかなかったんだね、今。そういうこと、うん、うん、つまんない企画だね、一番くじとか。あ、どうぞ。あ、タカポンさんご無沙汰してます。タカポンさん、ありがとうございます。性格悪くなくない、ハンバーグも行ってあげる、ホテルも行ってあげる、じゃあどこのラブホテルって言ってあげるって行こうとしてない。ラブホテル、だから今日の夜はラブホテル、ハンバーグも行こうとしよる。じゃあ行こうよ、行ってもいいよ、もうかなり寄り添ってるよ。予定決まってんのに、2人の中でこれなんですよ。決まってないよ、どこのラブホテルかって話をここでみんなだって早行け早行けって思うよね。ペヤング食べる時だってさ、早く食え早く食えって思うじゃん。いやいやいや、誰も飯食うとかって見たくないのか。みんな早く見たいよね、展開が。なんでこっから今から相談みたいな。みんなそんな暇じゃないよ。なんでラブホテルたまには行きたいんや。お風呂もついとうし、まあお風呂あるけど、まあなんか泡風呂とかでできるじゃん。みんなハンバーグ食いに行くとこ見たい、早く。でカラオケもついてラブホとかあるし、たまにはいいじゃん、ラブホで配信したらなんかこう新鮮でいいじゃん。そう、気分転換みたいな感じ。別にもうなんかそんな叩かれるならいかんでいい。 MI まで叩くし、ドゲンスト？マジで意味が言ったんじゃん。ん？いや展開ないって言って叩かれるじゃんって。展開本当にないから叩かれてんのって言ったら、意味のが叩かれてるみたいな。やけ、もうそれならいい、配信もせんでいい。ちょっと柔らかいよ、程よい。すみません、決めて相談しな、みんなで、うん、俺の行く末、俺の行く末、うん、決めた。そうする。こういう展開が一番嫌だね、これ。だったらもう行こうでもういいやん。なんで相談とかさ、
いやいや、違う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 、グダグダしだすやん、ちゃんちゃんちゃん、さっささっさ行った、さっさ行こうやみたいな、時間は金で買えんという、普通の配信したらね、それもまた言われるんですよ、ツイキャスの人たちから、つまんないつまんないみたいな、なんか食わしたら食ったわ、うっせえな、食わしたら全部違う、何ペットみたいな、動物みたいな、なんなんその言い方、ちいちゃんってやつ、誰が太郎枠なんて見てんだよ、見てるやついるのかよ、なんかちょっとあれだよね、もうすんげえ前の記憶しかないけど、ほら1000円やるからなんか食えよみたいなさ、太郎くんのあの上から目線が、目上の人に対する、葵ちゃんに対するね、自分から葵ちゃんにさ、太郎くんが閲覧ないから売名しに行ってるのに、あの上から目線がねないなと思うよ、俺は話したい、いや、ハンバーガー全然食べに行ってもいいんだけど、その後の話で揉めてるって、結局エミリーさんが全部ハンバーグ食いに行くまで20分ぐらいかかるし、うん、別にハンバーグ食いながらでもできるし、うん、ツイキャス配信できないじゃん、じゃあこれツイキャスも車の中で配信持ってってくれる、それでならいいよ、ツイキャスなんてアンチほとんどだよ、匿名コメントは、うん、でもコメントしてくれるだけありがたいじゃん、ありがたいのはわかるけど、うん、ありがたいよ、うん、でもで結局エミリさんの YouTube だけつけててもエミリさんの方にしか寄らないんだよ、気持ちは、誰もさ、そうだねエミリが怒ってるから、自分のつけたらいいじゃん、 TikTok かなんか知らんけど、もう俺が何にも言えなくなっちゃうんだよね、エミリさんの枠しかついてないと、で何か言ったらブロックされちゃうでしょ、そう決まってたよ、まゆさん、そうそう、だからそれもね、100歩譲ってて、エミさんがそっち行きたいって言うから、決まってるのにまた相談しようとかさ言うからさ、なんなんて思うんやん、うん、こっちは、うん、だからいいじゃん、だからその後じゃん、その後の話をしてるわけでしょ、こんな喧嘩もしたくないのにさ、こっちハッピーな気分なのにさ、洋服も届いて、そんな俺が何か言った、ラブホの場所さどっちにしようかねって、あのカラオケがついてるね、ちょっと高いところか、いろいろ言わんでいいって、そういうことも通報されてさ、迷惑かかりたくないやん、じゃ全部お前の好きにすりゃいいじゃん、もう俺に発言権ないね、もう全部エミリさんの、はいはい行きましょう、自分さ、自分の地元じゃないし、うん、うるせえなマジで、タバコ酒飲んでさ、そうやってさ酒タバコ飲んでんだよ、イラつかないこれ、自分はさ好き勝手に酒タバコ飲んでさ、お前寝てばっかりじゃねえか、いいじゃねえか、寝てるの誰に迷惑かかんだよ、なんだよ、いっとやりたい放題じゃねえ、マジムカつくわ、何にも俺決めれないじゃん、やばくない、酒タバコ飲んでさ、 YouTube は終わります、ね、自分がやりたいことしかやらない、で自分がねうまくいかないとこうやって切れてさ、荷物だったりさ、うまくいかねえようにしたのてめえだろ、なんでだよ、だから話し合ってんじゃん、ふざけんなよマジで、ちょうどいいところにしようよって言ってんじゃん、うん、何に人それ聞いてもらえないじゃん、でね俺が寝てばっかりいるのもさ、何にもやることないわけよ、
外なんて何にもないしさ、ね、外配信も行けないし、寝るしかないじゃん、映画見て漫画読んで。せっかくお母さんのさ車があってさ、保険も入れてくれてさ、うん、ね、だからどこでも行くよ、ってるのにさ、うん、だから今日だって行くじゃん、ハンバーグもいい、ホテルもいい、ブーブー言うね、行動に移せって感じ。まして同時配信してる、こうやって配信つけてね、決めるだけの何が嫌なの、そんな。俺一個唯一だけじゃん、配信つけてね、いろいろなんかしようねっていう風に決めようって、今日の企画やろうってさ、タイトルにも入ってるじゃん。企画も決めることもできないんだよ。いいわ、一人でラブホ行く。うん、一人行ってきなよ。もう東京帰るか。帰るどこでも、うん、絶対止めんなよ。止めねえよ、うん、止めねえ気持ちがどんな気持ちか分からせてやるよ、うん、お前全然余裕。セクソブロックしてるからね、もうツイキャス発言に気をつけろ、この野郎。行動に気をつけろよ、お前は。うるせえ、人に言われる筋合いねえんだよ。みんなブロックしてるからな、誰もコメントすんな。パソコンで今全部ブロックしてるから、セイキャス。歩いて帰るな、大変だろう。チケット取ってくれる？本当に取ってくれるなら取ってほしいね。でももうないだろう、7時、8時、9時。夜行バスが10時ぐらいになったら撮っていいけど。天神か、行けんのかこれ。だからなんだよ、覚悟してきたら。奈々ちゃんの どうしたらこのコメントするのツイキャス全部ブロックしてるから、いやこれまゆちゃんがさ、俺が悪いって言ってんだけどさ、何が悪いの、俺のエミリさんのリスナーの。俺なんか悪い、これ普通に配信つけてエミリさんね、こっちのホテルよりもね、いろんな安いホテルたくさん回ったら面白いんじゃないっていう提案じゃん。それしただけでさ、知らねえよ、どうなったじゃねえ、知らねえよ。まあラブコの気持ちはね、3分の1ぐらい俺はわかるよ。っていうか俺の方が楽だよ。ツイキャスのアカウントね、消せばいいのね。他って今消すわ。もうやめてよ、ほんとそういうの、マジバカ。アカウントメニュー、もう最悪なんだけど。俺じゃあマジで帰るわ、その時点で、アカウント消した時点で。本当にね、エビのとこゴミないね。ない。うん。マジさ、もうね、 YouTube なんてさ、ね、200人ぐらいしか行かないオワコンじゃん。これでツイキャスまでなくなったら本当やばいよ、ね。いやいや、ラブコンに行きたくないんじゃなくてね。別にいいよもん。そう、ラブコンに行くのはいいんだけど、別に行かなくてもどっちでもいいんだけどね。実際 MI はけど、何回もこれから行くわけじゃん、同じラブホテルばっかり行ってもつまんないんだから、いろんなとこ回りたくないって話。
まあ、実家にいたらさ、あれじゃない、あのたまにはライブホに行って1日ぐらいね、しかも3、4000、5000ぐらいしかかかんないんだから。自由だろうが別にないしよ、うすんだよ、外部クソが、ガンと削除してやる。じゃあ配信で言うなよ、何の話、うん、久しぶりだ、ルイさんが撮ってる。昨日久しぶりにバスケット行ったんだけどね、そのバスケットはあと2リットルカルピス飲んじゃって、多分結果バスケ4時間やった時より太ったみたいな。でっかい買っちゃって、カルピスうまくてうまくて全部飲んじゃった。猫は似てる。全部飲んだ。炭酸飲料太んご飯食べるけんね、腹減ったけん。ガンちゃんどこも、地獄だよ。犬ざま、俺はいつもそれ言われてんだぞ。俺の気持ちわかるか、犬に。いや、お腹はね、すごいあの痩せたいからあんまり食いたくない。メンチカツもあるし、人んちで声荒げて怒らないでしょ。楽しむなよ。楽しんでないだろ、何一つ。これを楽しんでるって思っちゃうのがこう配信のでね、こんな配信やりたくないよ俺だって。うるせえ、おめえも人として終わってんだよ、このクソが。死ね。みんなブロックしてやる。ピークに行ったら、あの、アカウント消します。エミちゃんとかコメントするの、YouTube にコメントして。いくらね、もう実家なんだけど食べ物あるんで。カジエミリしねえや。うちカジエミリじゃねえんですけど今。エミテロの収益は虚偽申告しても悪質な声で大変です。意味わかんねえんでブロック。弁護士にでも勤めたらどうですか。アホばっかり本当。うちの名前悪用しないでもらっていいですか。クルメの恥とか。おめえクルメでもねえくせ。ね、飛べない。じゃあ、 あの YouTube でエミタロって検索してもらっていいですか。匿名コメントつってわざわざねコメントしてくれるならね、 YouTube で検索してコメントして、検索してチャンネル登録してコメントしてもらっていいですか。そこまでしたら可愛がってやる。
で、私今からラブホテル行くんで。そんな言い方しなくても寝てやんけ、これエンタメやん。バカだれバカだれども、楽しんでんだろ、コメント流れてるぞ。おいおい、ツイキャスや楽しんでんだろ、押せねえよブロック報告がよ、押せねえよ、流れすぎちゃってコメントが。リプライになっちゃうよ。マリオさん、お元気ですか？僕は九州で頑張ってます。ふわっちで、マリオさん頑張ってますか？体に気をつけて、これからも頑張ってください。僕も僕なりに頑張るよ。結婚って大変だからね。一生誰とも結婚できないかもしれないけど、マリオも頑張ってね。マジで。マジでブロック押したもん、リプライになる、流れすぎて。クソが、アカウント消そうかいな。消してみていい？どうなる？アカウント削除したらどうなると？また作れる？うん。アカウント名が変更された旧ユーザーが見つかりました。どういうこと？アカウント削除する、本当にアカウントエミ太郎0325を削除しますか？アカウント削除する、どうなった？俺も携帯からエミリさんのアカウント削除するか。クソどもが。なんちゃっとか。僕のおならじゃないよ。今エミリさんに怒られてるのに、俺おならしたと思ってる人いるの？俺のおならじゃないよ。マリオは絶賛大麻疑惑中です。それについて一言どうぞ。大麻うさんしていい？アカウント削除マジで無理。腹が減ってもイライラ半端ない。いや本当ね、マリオやらないだろ。巻き込んでないよ。マリオが勝手にあれでしょ、なんか監視してたんでしょ、枠たまたま見てたんでしょ。ダメ。マリオさんがレイプとかするわけないよ。マジで優しいよ。優しすぎてうちがレイプしそうになったわ。巻き込んでねえだろ。お前も喋んな。まあ、お前のアカウント削除しろ。黙って。うるせえ。お前のママがお前に会いたくねえんだよ。だからお前寂しがってこういうとこにコメントしてんだろ。とこねコメント、この野郎。
お前のママがお前に会いたくねえんだよ。は？それに気づけよ。うちが鏡ってこと、この野郎。お前が堀川病院に入院しとけ、あそこ薬漬けにするけん。お前にぴったりぞ。楽しそう。匿名コメントで悪口書いちゃうんですって言ったらすぐに薬ぶっ込まれて入院させてくれる。うちは入院させられないね。はい、ゆっくりんさんありがとう。ゆっくりんさん、ゆっくりんさん、アラブの席はビル・ゲイツ、ソフトバンクさん、ゆっくりんさんがないと言っていけない。お金持ち、太っ腹、ありがとう。煽りもつまらん、お前もつまらん、うちいかに。地獄生活、お前の人生が地獄な。はい、ブロック、クソが。そんなさ、お腹空いてるぐらいで怒ってたらさ、うるせえ、チビ。お前に言ってないのに。リージの後ろに幽霊いる。お前の後ろにもな。自爆霊がおる。お前には生涯つきまとる。どんまい。一生お腹減らせられないよ。ジェット系本名ブチケイスケです。よろしくお願いします。よろしくお願いされません。ブロック、つまんねえコメントすんなよ。なんで匿名しかない。お前も匿名じゃないか。ブロック、なんでこんなカリカリしてるの。お前がいるから、お前がいるからな。お前が匿名でコメントすることによって質の悪い匿名コメントと同じくくりにされるんだよ。わかる？集団いじめと一緒。わかる？それに気づけ。名前を出せ。そしてから物言え。待って、これ閲覧何人いるの。これ今ツイキャス500人でしょ。600人いたらあれするわ。アカウント消すから、マジでガチでムカつくから。だってこれこっちパソコンで配信停止できないんだよ。配信消したいのにツイキャス。だからアカウント削除はできるんだよ、こっちでログインしとく。なんでかこっちで配信停止できねえんだよ。一旦落ち着こうって。じゃあそれをさ、アカウント出して言ってくれる。アカウント誰も出せないんや。あと8人、あと4人。あ、600人いった。俺アカウント消したらどっか行くか。うん、行っていいよ。うん、今はツイキャス切ったらアカウント消さないの。マジで消すよ、ほんとに。いや、俺もどっか行くから。消します。ツイキャスから退会する。ツイキャスから退会します。なんで計算と？入会しているメンバーシップがあるため、このアカウントはまだ使ってる。マンジャリさーん！マンジャリさーん！マンジャリさーん！マンジャリさんが守ってくれました、ツイキャスのアカウント。ってことで、ツイキャス、消せません。はい、来ました、今通知で。入会しているメンバーシップがあるため大会できませんって。嘘つきじゃねえよ、これ写して。はい、写して。ツイキャスだけ写すわ。行くよ。ね。
アカウントメニュー、アカウントメニューね、あら、アカウントを削除するね、これ押すんよ、これツイキャスから退会するね、すべて失いますと、コインとかすべてね、ツイキャスね、この操作を元に戻すことができません、本当にツイキャスから退会しますか、 OK、 入会しているメンバーシップからでもこのアカウントはまだ削除できませんということです。誰も歩きなんて言ってねえよ、お前がやれよ MI 勝手に一人で。ゆいじさんかわいそう、はい、こいつブロック二度と来んな。こういう配信者はちょっと、まゆちゃんありがとね、レモンさんありがとうございます。もんじりさんのおかげでツイキャス守られました。嘘つきじゃねえ、今見せてやんけ、ボケが。4本ぐらいしかなくない、吸い殻。吸い殻？吸い殻すごいね。大量にあるよ。え、どこに？ここじゃないの？常に捨ててるよ、燃えるゴミに。バカかよ。な、名シップ大会米虫。メンシップ大会するわけねえだろ、モンジュリさん。口悪すぎで、うるせえ、お前もね、匿名コメントしている時点で顔隠して歩いてるのと一緒だよ。消す度胸あったじゃねえか、今度胸試ししたんだよこの野郎。お前ねそんなことできねえだろ、お前ら匿名コメントで人のこと罵りたいから。地味な人間だよ。ミルキーちゃんありがとう、ミルキーちゃんありがとう、ありがとうミルキーちゃん、フォローする、サポーターになる、オッケー、ありがとね。藤沢さんの面シップの情報を流したらいかんよ。何しよるかとか何よるかとかね、言ったらいかんとよ。みんなお金払ってみとんやけ、常識やろそれ。別にうちは嫌われてると思ってるし、うちが好きなんだけど、別にそれは嫌われとったっていらねえって言われたってなんとも思わん。別に匿名のコメントは信じないし、うち配信終われんのこれ。
ちょっと。久しぶりにバスケって膝が思った以上に弱ってた。ね、その藤沢さんが迷惑って言ってるのは今ツイートかなんかしたの？今配信やってるの？やってる、メンシクで配信やってるの、うん、誰もうちの話してないだって匿名コメントできないもん。うん、嘘はと、うん、その動画を切り取って送ってよ。そうじゃないと嘘派となっちゃう。メンシパも入ってねえくせに。みんなメンシパ入っとんなら奈々ちゃんの配信見るやろ今。俺あんま藤沢さんの配信見ないんで俺。この間リアルタイムで初めてこれこれさんのリアルタイムの配信見たかな。モンジュリはエメラルのこと好きだよ。行く気ないでしょまゆちゃんね。ほんと早く立ち上がってって。こいつ行く気ないよ。こっからまたカビゴンからの何？ビリケンやけん。あんな笑顔見せたことないね。これさ、これがさ、誰かだったらさ、どっか連れて行くすぐ。連れて行かんもどこも。悪いけども。こんな状態で行って楽しいのかね。こいつと会話できんもん。マジでいい加減匿名消してくんない？イライラするんだよ。